全然違う。マジで危ないんで。半分これ食べに来てるからね。もうこれ食べたら今日の飯がいいっすね。今日はもういいかな。おお、全然違うじゃねえか。今食堂建設中。すべてを移住させます。はい。うわあ。めちゃくちゃ重いです。今日85リッターのバックパック背負ってるから。全然景色違いますね。確かに。2週間前と。全然違う。全然違う。マジで危ないんで。もう少しですね。もう少し。ケイスケ君どう？やばいっすね。テンション。テンションがやばい。ようやく室堂到着です。はい、ようやく着きました。着いた着いた。僕最初から最後まで一番でした。お疲れです。じゃあ飯先食べる。いや、室堂到着しましたー。じゃあ到着。いいえいいえいいえ。来たね。来ました。じゃあまず立山スパから行きますか。行きますか。いいよ。おばおば。立山スパです。半分これ食べに来てるからね。もうこれ食べたら今日もこれしかいいですね。今日はもういいかな。はい、それではちょっとその設営の方に行きたいなと思います。サングラスつけないと。おー、全然違うじゃねえか。あー、すごい景色。この辺、じゃあここ今日のキャンプ地とします。します。オッケー。この人です。今食堂建設中。テントも完成しました。いい感じ。皆さんもう寝床明るいうちに作るというね。大事大事。これはね、山屋の基本ですよ。山屋の基本。そう、実はいいかな。これ、あ、ファイントラックのシングルオールにしたんですね。いいですね。ただ、テントの方が張るの早いですよ。あ、でもポールが1個しか入んないやつなんだ。あ、いいな。地上組は、うわー、いい音。乾杯。お二人落ち込んでますけど、ちょっとあったことをやれやれですよ。あれ、環境省の方が移動してくださいということで、はい、ということでもう一回作ります。テントテイク2。テイク2。イエーイ。行くぜテイク2。ということで、じゃあ本来の天場に全てを移住させます。はい、はい、本来の天場に到着しました。デジャブデジャブデジャブ。マジで嫌だ。さっきも見たなこれ。2時間前見たなこれ。
く落ち着きましたな。終えてクッキングタイム。クッキングタイム、うん、冬の調理はひたすらお湯を沸かす作業ですよ。お湯です。まずはお湯を作ろう。じゃじゃん。うわあ。ないですか。明日困る気がします。アンカーのあのメッシャーの方も。